旅クラブ。旅は人生を豊かにするジャンボツアーズがお届けします。おはようございます。沖縄再発見が4月28日まで延長されました。今日はちょっと慌ただしいんですが、日帰りバス旅行と鮮やかな感動に出会いたい北海道を後半ご案内します。まずは沖縄再発見。さあ、バス旅行で日帰り、沖縄のミスタージャンボ、私が5大再発見ご案内します。まずは糸満のアハゴの方のバス停から大六のモノレール、そしてアウトレットのバス停前、パレット、DFS の前、宜野湾市役所と皆様方をお迎えしまして、まずは丸見大橋、八ヶ地の方、そして大宜味村の鬼女家の送られるかに、お花が綺麗ですね、うっとりしていただいて、国頭村の浜食堂でその日の取れたてのお魚のフライとお刺身定食をご用意しました。いただきます。さあ、その後名護の中央公園天井展望台から、名護市街東中井を一望楽しんでいただきまして、県道18号線の辺後の群生林、そして入国東南植物楽園でお花に囲まれて楽しんでいただいた後、あの茶壇のアメリカンビレッジがすごいイルミネーションで、ちょうど夕日も沈む頃にあちらのソリスグランデ当社のレストランで、今度はお肉料理を中心にしたお夕食を皆さんお楽しみいただいて戻ってくるコースなんですが、一日たっぷり楽しんでいただいて再発見を利用していただきますと、5500円から5800円でこの昼食夕食もお付けしました。さあ、続きまして北海道24回目感動の瞬間、鮮やかな感動に出会いたい北海道花物語ご用意しました。こちらの方は一昨年とコロナで邪魔されちゃって、本当は26回目ですが、このコースを今回4日間でもう今までの集大成といえるように12大絶景をお付けして、次週たっぷりご案内させていただきたいと思います。行きも帰りも日本航空で、ぜひ沖縄から網走にお越しくださいませ。ジャンボの社長は年に2、3回知床来てるんですよ。今度は皆さんの番です。ぜひ来てください。沖縄にはない、大自然を味わい、ぜひ光ぶつこに出してください。お待ちしてます。文字通り4日間で他のコースでは行けないような知床半島を反対側に縦貫するコースも組み込んで、次週たっぷりご案内します。次週お見逃しなく。この番組はジャンボツアーズがお届けしました。次週は北海道花物語、たっぷり詳しく源泉かけ流しのお湯にも楽しんでいただけますよ。北海道で楽しんで。